ううん、うん、今日良かったよ。動けてた動けてた、バッチリバッチリ。いやびっくりしたもんだって、バイト初日でねこれだけ動ける人あんま見たことない。まあこれからやってって正社員になって、まあ2年ぐらい修行したら多分自分の店持てるよ。結構最速で出世するんじゃない。まあうちのハンバーグ屋みんな住み込みだから、結局なんだかんだみんないつか独立できるから、もう心配しなくて大丈夫大丈夫。で、まあ最初の1週間はなんかまあ、今みんなさほら店内の片付けとかしてるけど、あれやんなくてよくて、一旦こういう先輩とのフィードバックの時間あるから、まあなんか普通に今日のダメ出しとかするんだけど、ダメ出しないもん。すげえ良かった、もう完璧完璧。だからどうしようかな、もうまかない食べちゃうか。なんかまかない教えるのも一応今日のやることだったから、ちょっとまかない持ってくるね。はい、まだ食べちゃダメだよ、まだ食べちゃダメだよ。気持ちはわかるけどダメだよ、気持ちわかるけどダメだよ、まだダメ。聞いて、そう、うちのまかないネギトロなんだよ。毎日毎日ネギトロ、なんでかっていうと、まだダメまだダメまだダメダメダメ、いやわかるけど、だからハンバーグ屋さんってさ、一日中この生地をこねて焼いてこねて焼いてこねて焼いて、それ誰だってこの段階のやつ食べてみてえなーって思うじゃん。この生のやつどんな味するんだろうな、赤くて丸くて美味しそうってなるじゃん。そのたまりにたまった衝動を、まあ、ネギトロで発散するっていう、そういうまかないうちやってるからさ、まだダメ我慢して、わ気持ちわかる、一日これやってこれやったらそら食べたいじゃん、でもまだダメ。っていうのも、うちのまかないのネギトロ食べ方間違えたら、悪い飛び方しちゃうからさ。いや仕方ないんだよ、だって一日中溜まった衝動が発散されるんだから、それは決まるやつは決まるじゃん、それはもうしょうがないな。だから初日とかは正しい決まり方を覚えようって話、もうバッと入ったら帰ってこれないから、もうそれで死ぬ人もいるって言うから、ハンバーグ屋のネギトロは危険なの。だから一口ずつゆっくり食べて、うん、ゆっくり、うん、いけいけいけ、うん、いいよいいよいいよ、泣いていい泣いていい、全然泣いていいよ。OK、どれだけ泣いてもいいよ。あ、歌っていい歌っていい、歌いな、好きな歌歌いな、大体みんな We Are The World 歌うそういう感じで、全然いい全然いい、そう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 、そう、なんかみんなこの世界ってこんな美しいんだみたいな、なんかそういうモード入るから OKOKOK、 もう一口いってみ、あー OKOKOK、 まあ今日そんぐらいかな。まあもうベテランとかになるとさ、もうなんかネギトロ炙って吸ったり、血管から直接ネギトロ入れたりするんだけど、それはさすがにまだ早いから、一旦食べるだけで。